受注ができない人が受注できるようになります。今回は角度の高いアポを取る方法っていうところで話したいんですけど、そもそも角度が高いアポって何なのかっていうところと、アポが取れてる状況ってどういう状況なのかっていうところを話したいなと思ってまして、早速なんですけど、角度が高いアポ、これいわゆる何かっていうと、営業マンがなんかあのお客さん売れそうですとか、なんかそういう会話って結構営業所の中であったりとか営業マン同士でやってると思うんですけど、じゃあそれなぜそう思ってるのかっていうところだと思うんですね。具体的には例えばこの角度が高いって僕の場合はどういうふうに定義しているかっていうと、売れる確率が高いお客さんに自分がアプローチできているのかどうかっていうところだと思うんですけど、じゃあその売れる可能性が高いっていうのをどういうふうに算出しているかっていうと、過去自分が販売しているお客様にいかに近い要素を持ったお客様であるかどうかっていうところだと思います。今自分がアプローチしているお客様が過去自分が販売してきたお客様と近いかどうかっていうところですね。あるいは会社として過去何十件何百件何千件売ってきて販売してきた中で、過去販売できているお客様に近い要素をたくさん持っているかどうかってところだと思うんですけど、例えばそれは何かどういう要素かっていうと、会社の規模であったりとか資本金の大きさであったりとか従業員数であったりとか業界だったりとか業種だったりとか、誰と自分が仲良くなってるかとか、誰と話できてるかどうかとか、あるいは社長がこういうキャラだったとか、こういう部分を考え方として大事にしている社長には売りやすいとか、会社としてこういう理念の会社には販売しやすいとか、なんかいろんな観点があると思うんですけど、そのいろんな観点をちゃんと見ていた時に、過去売れてる可能性の傾向値として高い可能性の要素っていくつかトップ5みたいな感じであると思うんですけど、そのトップ5に自分は当たれてるかどうかってところだと思います。でその中の具体的な話でもいくつかあると思うんですけど、例えば稟議書が進んでるかどうかとか、ただそもそもお客さんのペルソナ像としてそういうお客さんにアプローチできてるのかどうかってところで、まず大前提のスタート時点が全然違うと思うんです。まず角度の高いアポ、売れる可能性が高いアポに自分がアプローチできてるのかどうかっていうところで、過去販売してきた要素にトップ5で持ってるとか、そのトップ5に近い要素を持ってるお客さんにアプローチするっていうところが、売れる可能性が高いお客さんにアプローチできてるっていう状況だと思います。なんで今、例えば自分のリストであったりとか自分が商談中のお客様って、そもそも過去の傾向値から見て本当に売れる可能性高いんだっけってところを一回選別した上で、もし全然当てはまってないんであればちょっと優先度変えた方がいいかもしれないし、あるいはトレンドとしてそういう会社さんが今後売れ出す可能性もあるかもしれないんで、そこはどういう要素を持ってるのかっていうのを言語化していくことで次につながるっていう可能性もあるので、要素を明確にして、売れる可能性が高い会社さんっていうのを因数分解していくという必要はあるかなと思います。で次にこのお客さんに対してアプローチして結果的にアポイントが組めないとその先ってないと思うんですけど、じゃあどうやってアポイント組むのかっていう話です。結論から言うと、相手も人なんで、どういう人だったら自分が会いたいと思うかってところだと思うんですね。いろんな要素これもあると思うんですけど、興味関心って言って相手に対して何かしら興味を持ってる状況、電話の中の話であったりとか、あるいは口コミっていうのもあると思うんですね。いろんなところでその会社のサービスとかその営業マンのことを知ってる、あるいは認知って言って、よくチラシとかがなんか入ってるとか、その会社の商品のサービスとかの商品あるいはサービスのチラシとかが DM とかが届いてる、これ認知だと思うんですね。それに対してお客さんが興味関心でちょっとなんか聞いてみたい気持ちになった時に、この人に会ってみたいな、会って実際話聞いてみたいなってなると思うんです。アポイントを取る、このアポイントを取るっていうところで、いかにお客様の興味関心っていうのを電話であったりとか、その電話の前のアプローチ段階で醸成していくことができるかっていうのが一つポイントになると思います。まず大前提で、そもそも自分が当たってるアプローチしてるお客様って売れる可能性って高いのかな、実際過去売れてる会社さんの要素ってどういうものがあって、それと近しいものってあるのかなってところから優先の分けしていきながら、このお客様に対して実際アプローチしていくっていうところで、お客さんが興味を持ってくれるような話し方できてるんかなとかっていうところを意識しながら、リストの精査であったりとかアプローチの仕方っていうのをちょっと意識すると、受注率っていうところに寄与してくるというか結果が出てくると思いますので、ぜひ意識してみてください。皆さん動画を見ていただきありがとうございます。元キエンスで事業部売上歴代記録を残した私ですが、営業のことからキャリア、会社経営まで幅広くビジネスパーソンが成功に近づくための動画を配信していきます。未来に正解なんてない、正解するのはあなた次第です。ぜひチャンネル登録ください。